姫姫気分抜けてない人みたいじゃん俺、うん、おまんは姫スイちゃん、そう姫でした、姫、あ姫っぽい姫っぽい、あの爪と洋服が姫じゃないんだけど姫っぽい、姫あ沖縄の姫、そう沖縄の姫でした。結構ね撮りましたよマジで、すごい数えてます。うん、8かな、あこれ言っていいかな、うん、8かなって聞かなかったことして、だいぶ来てるねっていう、だいぶ来ました、おお。日めくりカレンダーでもええんやでね、ちょっとマジで本当にあの撮ってもらった写真その場でね見せてもらったんですけど、マジでいい写真が多くてもういっぱいいいねしてきちゃったこれいい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 って、きっと問題ないし、きっと問題ないですね。水着ショットありますか、うふふ、まあ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 、おいおいね、おいおいね、楽しみだね、匂わせということで、だってもうあれだけでもう匂わせでしょね、写真集出してよ、写真集ね、マチュリンが写真集出すじゃない、で腹筋割っててさ、うわかっけーってなったから、ちょっと写真集出すってなったら腹筋割りたいね匂わせ、年末の楽しみが増えて幸せです。なんか今年の撮影してから去年のカレンダー振り返ったら、去年の割と可愛めだったかもしれないってなった、なんかそうなった、見えたかもしれない、もしかしたら今年結構結構ねいろんなカットがありまして、そうなんか去年ではなかったようなね撮影のタイミングとかもあったりして楽しかったですね。そう2024年カレンダーとは全然違う感じ、でも可愛いもなくないんですよ、これがちゃんとバランスは見てますね。なんかすごいね、すごい良かった、あの喋らなかったらマジですごいすごい別人だった今年の総評としてはいろんな私が見れる、マジで お、これめっちゃ好きだと思う、個人的にも結構おすすめ、マジ姫だった、マジ姫マジ姫って言ってる時点でアウトなんだけど、マジ姫でも皆さんが好きそうなやんちゃな私もいたし、なんか最近結構顔が好きですって言ってくれる人がね増えたので、顔好きの人にもおすすめです顔好きの人にもおすすめ、めっちゃおもろいいろんなパターンで撮ったので、どんな宣伝、本人が顔好きの方おすすめする、いやなんかマジでマジで良かった、すごい良かった、ってなった、私もこんななんか自分でもなんかびっくりするぐらいさ、セイナさんみたいな、赤尾から入りました新規さん、ありがとうございます、お顔ありがとうございます、たまにヘンテコリンな顔をしますが許してください、
期待が膨らみます。ありがとうございます。あと今回は、今回ね、なんでオフショットが500枚もいったかっていうと、500枚なんですけど、500枚っていうか厳密に言うと600枚ぐらい撮ってくださってて、その中のあの顔がアウトなショットを抜いたら500枚ぐらいだったって話なんですけど、今回は、今回結構去年よりも小規模メンバーで行ってたんですけど、衣装さんに、衣装さんにあの携帯を預けてたんです。そしたら衣装さんがめちゃくちゃ写真、衣装さんにカメラを託したら、で写真撮ってくださいって、写真撮りますかって聞いてくれて、お願いしますって言ったら、めっちゃ撮ってくれたし、私が動画も回したいんだよなみたいなことをぼやいてたら、動画もめちゃくちゃ回してくれて、もう本当に大優勝、大優能さんで、本当に私からボーナスを支給したいぐらいですね。本当にマジで菓子折り持ってかなきゃ、そう、菓子折り持ってかなきゃいけないぐらいなんですよね。さすがすぎましたね。いやちょっと最近さ、やっぱりさ、動画っていいなって思ってて、そう、インスタのリールをちょっと載せ始めたんですけど、いや動画っていいよね。いや動画の良さについては去年からなんとなく感じてはいたんだが、どうすっかなって思ってて、そうで、ディズニーに行った時、この間ディズニーに行ってきたんですけど、あやねちゃんとメグとひななと行ってきたんですけど、の時にメグが動画撮ってっていうタイミングがあって、メグがね、でメグに、ねえねえ私も動画始めたいんだけどって言ったら、メグが大監修してくれてそう、さすメグですね、やっぱ動画先生なんで。メグナイス、ディズニーのビジュアル良すぎてありがとう。ディズニーはね、もうね、結構モリモリってほどモリモリじゃないか、まあ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 モリモリで行きましたね。メグに習って TikTok も始めちゃう。これがね、 TikTok ね、もう一度インストールしてみたの。私実は一回インストールしたんだけど、すぐ消したの。もう一度 TikTok インストールしてみたの。でなってます。とりあえずリールをタイミングがあれば頑張って載せたいと思います。はい、こんばんは。リール楽しみにしてます。よろしくお願いいたします。YouTube もあるけど、いやちょっと私お手手が届かないのでね。でも私やっぱ動画の編集めっちゃ好きで、昔さ Twitter に動画を結構上げてたじゃない私で、 Twitter の動画編集すんのめっちゃ好きだったので、リールの動画編集すんのも楽しい。あ、トキの公式 TikTok あるんだそうなんだ、へえ。そう、動画編集してたから、動画編集自体は結構ね好きで、そう、動画編集楽しくて、動画編集したいから動画撮ろうかなみたいな気持ちになってるそっちそっち、動画好きだったでしょやっぱりみんなも。なんか私のレーンに来てくれる人とかも動画で好きになった人って結構多いんじゃないかなと思って、だからやっぱり動画って需要あるんだなと思って、うん、動画するかみたいな気持ちで始めたいと思います。リール風に見るとおって声出るから、ストーリーで動画あげるよってください。なんでやねん
動いてるせいちゃんが好きだからありがとうございます。いやもうね、私服日記大好きです、ありがとうございます。私服日記はちょっと初版の事情により大変大変ね、難しいことになってしまってね、初版の事情により休止中でございます。あ、はるなさんってあれ時の TikTok アカウントでやってんの？え、じゃあはるな、え、時の TikTok アカウントを使おうかな、ちょっと聞いてみよう。はるなさん個人 TikTok かと思ってたんだけど、聞いてみよう。でもなんかそんな TikTok っぽい動画載せないかもしれない、リールみたいな動画しか撮らんかもしれない。一緒に撮るの、あ、はるなさんとね、びっくりした。休止してた。そう、前髪気にしすぎ、ごめんごめん。なんかさ、目に入ってくるのとさ、この長いからさ、そう、 前髪結構気になっちゃうこれ。マラソンの予習動画思い出した。いや動画の良さってあるよね。いや思うんですよ、写真と動画でせいちゃんの魅力違うよね。なんかわかる、わかる。やっぱ動画見てさ、うわ可愛いって、だって写真見てさ、え可愛いってさなったりするじゃないね。大事よね動画って。しみじみと語るな。まあそんなわけで、もしかしたら動画が増えるかもしれないです。よろしくお願いいたします。泳いだ、泳いでない、沖縄泳いでない。バズれ福岡さん、泳げたい焼きくんみたいになってる。それ無理はしない程度に。そうですね、実際会うと面白い。そう、なんか結構面白い福岡さんです。泳げるの？私さ、あのさ、海入るってなったら覚悟を決めたいんだよね。覚悟を決めないと入れないんだよね、海とかプールとか。もう海入ります、プール入りますって言ったらさ、もう覚悟決めるけどさ、例えばさ、撮影の合間とかでさ、海とかプール入っちゃうとさ、一回シャワー浴びなきゃいけないじゃない。めんどくさい。基本あのとってもめんどくさがり屋福岡なので、はい、というわけで、それか、そう、めんどくさくない？だってさ、あのプライベートだったらまだいいとして、撮影がさこの後もあるって分かってるのに海とかプール入れるかって言ったら、足まででいいですかって私聞きたくなっちゃうんだよね。本当にあの本当にあの今回も足まで浸かりました。はい、ネタバレなんですけど、足まで何かに浸かりました。はい、以上です。撮影が全部終わったらわーいって入るんじゃないの？あの、入りません、すいませんでした。以上です。ちょっとね、焼けたのよ。去年はでもね、一皮焼けたんだけど、今回はね 0.5 皮ぐらい焼けました。わかる？ちょっと色違うの。でもだいぶね、もうね、超日焼け止め塗って、日傘もさして、めちゃくちゃ守ってもらって、で 0.5 皮ぐらい焼けましたね。去年一皮むけてない、一皮だったんだけど、今年 0.5 皮ぐらい焼けました。あの、
焼けたとかねあまり言わないでくださいね。今言いましたからめんどくさい女さんやめてください。美味しい沖縄料理食べれました。去年ちょっと一瞬体調不良で行けなかったお店も行けてめっちゃ美味しかった。マジで美味しかった。マジで美味しかった。もう大満足。ジーマミー豆腐食べて、もずくの天ぷら食べて、もずくめっちゃ食べて、そうめっちゃ良かった。沖縄楽しめましたか？まあまあ楽しめたかな。そうまだ上げてないんですけど、あの食の写真をね、一応ね、でもちょっとなんかあんまり期待できないんですけど、一応あの証拠写真として撮っといたやつを載せたいと思うので、はい、証拠写真です、私の載せる写真は。証拠写真を、はい、お送りするので皆様ぜひ見てください。あ、そうそうそう、あとあの7月18日ゆかるんさんのイベントに出演しますので、ぜひぜひ、イベント配信、あれこっちゃんの時に出てたワロップのスタジオでやる、あのあれなんですけど、まだ何やるかを結構考えてる途中らしくて、私これゆかるんさんとやりたいですって言ってきたんで、それができるといいなって思います。7月18日19時からですね。そう、配信もあって、配信と観覧があります。ぜひよろしくお願いいたします。あ、オフショット500枚と聞きましたか。そうなんです、オフショット500枚ね、まあ、まずあの衣装数も結構来ましたし、去年より多いかな、結局去年より多かったかな、わかんないんだけど結構撮りまして、というかあの見栄えが変わるような撮り方もしたの。そうそうそう、まだ現地の券売ってないよねのはず、どうなんだろう。でも告知は、うん、ワロップせいちゃん特典会ないよね、ないと思うけど、どうなんでしょうね、ないと思うけど、ちょっと聞いとかないと分かんないね。基本特典系はね、AKB はないと思う。ゲームの時また告知よろしく。そうですね、いろいろ聞いておきます、詳細を。出てって言われたから、はいって言っただけなので、何にも詳細知らないっていう。そんなノリで、はい、ワイルドなノリ。そう、私結構ねお仕事に対してね、あの男前な精神でやってるので。だって皆さんも会えるイベントがあったら楽しいじゃない、私もだからいいんじゃないですかって、会えてますって。フフフフ、ワイルドスイッチ、はい、男前。さすが、新曲のリリーベの次の日だから行きやすい。そうね、あ、なお海と虫は無理ですね、ごめんなさい。うん、前日がねシングル発売日ですね。そうなんです。てかさ、見た？見た？
AKB の劇場の公演が1ヶ月分ぐらい発表されたの見た？いやあれね、私たちにもスケジュールがちょっと前に全部来てびっくりしちゃって、えっ？ってびっくりしたの、めちゃくちゃ。え？もしかして、もしかしてすごいすごい有能な人来たみたいなか、あれなのかな、もしかしてなるちゃんとかが言ってくれたとかなのかな、もしかして。考察だよね、今考察している。まあ、ちょいちょい変更はあると思います。びっくりしたよね、見切り発車だったら。もし見切り発車でもやってみるのが大事なんだよ。予定が立てやすいだよね。なんかこの公演に例えばさ、研究生メンバーをしてる人だったらさ、まあ、そこミラーかただいま恋愛中があったらさ、割と出るってわかるじゃん。あの誰恋に関してちょっともうメンバー、誰恋僕隊はちょっとメンバーよくわかんないけど、その研究生をしてる子だったら、私のさ、私を推してる人だったら僕隊か誰恋をさ、あのまあ焦点入れとけば、せいちゃん出るかどうかなって思ってたらさ、いいじゃない。そう、大体いいじゃない。まあメンバーはね、発表するのはねリスキーだからね、できないけどね。でなるちゃんなのかな、もしかしてなるちゃん説が私は濃厚だと思っている。後々変更いっぱい出そうな予感。まあね、変更が出たとしてもね、とりあえず一回出してみたのは偉い。拍手拍手。今度会ったら聞いてみて。分かった、聞いてみる。いいところは褒めようね。よくやった、まだやってみるのが大事。拍手やってみるのは大事で。そうだよ、これはせいちゃんもにっこり。そうそうなんですよ。いや私たちにもね、とってもありがたいの。やっぱりさそこに何があるとかさ、分かってると予定立てやすいじゃない。私のさ、あのプライベートのね、予定も立てやすいじゃないね。あ、この日はちょっと整体行けるなとかさ整体行く予定を決めないでっていう。あ、ちょっとこの日はちょっと気になってた映画見に行こうかなとかさ。そう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 、いいよね。ずっと待ち望んでたよね。そうだよね、よかった、これが続くといいなと思います。あ、サードキャンパスの5人ユニット、どんな曲？これね、名前出てるっけ、もう曲名。あ、思いやり、そう思いやり、そう出てるんですけど、思いやりって曲名が出てるんですけど、思いやりってなったらなんかさ、あの想像、皆さんの想像的には どういう曲だと思う？思いやりって見て、私は最初に、え？どちらかというと、あれかなみたいなさ、しっとり系みたいなさ、ふうに思ったんですよ。私は思ったんですよ。そう。思ったんです。でもね、オリンにぴったりなんです。これが、これがめっちゃオリンにぴったりな曲なんです。どんな曲か言えないんだけど、あの本当にマジでマジでいい。なんか最初思いやりって見て、歌詞見てはにゃってなったの。ん？はにゃってなって曲聴いて歌詞見て、すばら、素晴らしいってなりましたね。はい
スバラです。いやマジで期待しててください。マジでいい曲なんだけど聞いてください。とっても風邪をひいていた福岡さんが歌いました。マジで舞台開けてさ、いろいろ忙しかった後に撮ったんです。スケジュールは出てたんだけどさ、もうどうにもこうにも風邪ひいちゃってさ、もうどん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 悪化してってさ、一番悪化してるタイミングぐらい撮ったんだよね。でもギリ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 っていうか歌声は出ました。歌えたが、いつもより若干ハスキーかもしれんけど、多分普通に聞いてたら分かんない。あ、そういう声の人かなって思うぐらい。一瞬ソロの歌割りなくなるとこだったんだけど、頑張って出して頑張って声出したら、OK いただいて、あ、よかったってなったよね。逆にハスキーがハマった説、逆にって言った、逆にハスキーがハマった説、それもそれでどうなんだろう。てかさ、いや5人ってやばくない？え？最小人数じゃない？5人って。だって7人とかじゃない今まで最小。私。7人じゃない？ 7 好きも7人だしさ。ネタ振りも7人だよね。だってセンター取ってたから。最小じゃない？そう、いや最初に聞いた時にさ、え、5人ってなった。へってなったよね。いいんですか、逆にいいんですかってなりまして、とてもいろいろ楽しみにしてます。虫かご12人ぐらいいなかったっけ、あれ。虫かごもね、あれ、私のさ、あれサークルなんだっけ、何サークル、あれ抑えきれない衝動の何サークルだっけ、あれなんとかサークルもさ12人だからさ、あ、ウェイティングサークルね、そう、よく覚えてくれましたね。ウェイティングサークルも12人だから最小だと思う、多分。そうだから楽しみにしといてください。楽しみなことがいっぱいあるって嬉しいね。まだ姫まだ姫でもちょっと明日早いんで、ちょっと本当に終わります。もうさ、ディズニーでもマジでめちゃくちゃ甘やかされてて、この2週間ぐらい、ま、2、3週間マジで姫だったんだよね。終わります。そろそろ多分現実世界に姫戻ってくるんで、ワクワクが多いと。ディズニー組で最年少、ひななが最年少でも年下組ラインですね。まだね、ディズニーの写真ね、まだあるので、あともう一枚ね、なんかあざとい写真があるので、キャー、楽しみにしててください。自分であざといって言うなっていうね。みんながマジで本当に甘やかしまくってくれて写真撮るよって言ってくれて、ありがとうって言って、本当にマジでみんな写真撮ってくれて、ひななも撮ってくれる、ひななはまず撮ってくれる、じゃああやねちゃんもめっちゃ撮ってくれて、めぐも撮ろうかって言ってくれて、なんだこの妹ってなった。
楽しかった。みんなに感謝ですね、本当に。まあそんなわけで皆様今後ともよろしくお願いいたします。お話し会あの格好でしようってね、あのね違うの、ディズニーがねあのねダメなんですよ。キャラクターものをね確かね取り入れてはねいけなかった気がするんだけど、どうなんだろう。握手会とかでもダメじゃなかったっけ。なんかいけるキャラといけないキャラがあった気がする。多分いけない、ダンス残念。確かダメだったはず。まあそんなわけで終わります。ありがとうございました。いろいろ楽しみにしててねということでした。明日はファンの人は何つけてもいいと思うよ、特に何もないから。明日は朝早いので寝ます。でも褒めてほしい。待って、まだ姫だった、まだ姫なんだけど褒めてほしい。帰ってきて速攻で、オフショットの写真でなんかイベントとかに使えそうなやつをまとめて送ったのだし、帰って速攻でキャリーバッグ開けて洗濯物を出して洗濯物回したの自分で、でキャリーバッグの中身全部出して片付けたの。褒めて。すごい偉かった、私今日の私すごい偉かった。こういう時はね自分で自分を褒めてあげるのよ。まず褒めたんだけど、ちょっとさすがに偉すぎてみんなに褒めてほしかった。仕事でき偉い、ありがとう、明日も頑張る。そういうこと言っちゃダメ。いつもやらないのかなとか言っちゃダメだ。いつもできる人そんなにいないから、できる人はすごい偉い。いつもそうやって生きてる人は本当に偉い。そう、私今日の私はそうできて偉かった、素晴らしい。できないのが普通だ。というわけで配信じゃないランキング読んで終わります。1位陽太郎さん、2位荻原さん、3位としのりさん、4位正明さん、5位北海道さん、ダイナゴンあずきさん、6位健育さん、7位おみちゃん、8位、ごめんなさいめっちゃ咳出てきた、8位リバーサルマートひろすけさん、9位シャワーピースさん、10位ほっくん、11位門町さん、12位村北北さん、13位ゆきたんさん、そして29位がやべえ読めない、グーグー七大使発動中、ちょっと読み方わかんない、ありがとうございました。3ありがとうございました。というわけでバイバイ、またね、おやすみなさい、お風呂入ってくるわ。